さらに5時44分ごろ、佐世保市にある船越カトリック教会付近から発砲音が聞こえたということです。教会近くで発砲音を聞いた人の話です。結構大きい音です。私が聞こえるぐらいだからですね。そうですね、はい、5時ごろ、はい、何発ぐらいそういう音が聞こえました？音はしてたの。ずっと音してたから。ずっと音が聞こえてた、はあ、続いたのは5分か10分ぐらいと思うんですよね。現在も犯人は逃走中です。犯人について新しい情報が入り次第またお伝えします。